スタッフの職種。これらは財団で普遍的に用いられる一般的な職種です。施設職員、収容スペシャリスト。財団施設での収容スペシャリストの主な役割は2つです。第1は、異常物体、存在、現象に対して安全を確保し、初期の収容を確立するために異常な活動を確認し、付近の財団の収容施設へ移送することを収容チームから依頼されることです。もう一方は、収容エンジニアや技術者から受ける依頼で、財団の施設内で、これらに対する収容設備や収容スキームの考案、整地化、維持です。研究員。研究員は財団の科学的な部門で、世界中から引き抜かれた特に賢く、訓練された研究者です。科学から植物学まで、理論物理学や宇宙生物学のような悲劇的な、あるいは専門化された分野まで想像できるあらゆる分野の科学者によって、説明できない怪異をより理解し、どう扱うかを知ることが財団の研究計画の目標です。セキュリティ担当者。しばしば単に警備担当と呼ばれる財団の施設のセキュリティ担当者は、財団の計画、作戦、職員に関する物理的、情報上のセキュリティを維持する業務を行っています。主に軍隊や法執行機関、構成施設職員から引き抜かれたセキュリティ担当者はあらゆるタイプの武器の訓練と、収容違反から敵対行動まで対応する様々な偶発事故対策の訓練を受けています。これらの職員は情報セキュリティ、例えば機密文書の置き違いを防いだり、施設のコンピュータシステムを外部の侵入から保護することなどにも責任を負っています。また、財団施設を外部敵対勢力から防衛する最前線でもあります。戦術対策担当。対策チーム、あるいは戦術チームは高度に訓練され重武装化された戦闘チームで、危険な異常存在あるいは敵対的な要注意団体が関与している場合、そして敵対勢力から財団施設を防衛する際に、収容チームを護衛する役割を負っています。対策チームは主要な財団施設に常駐し即座に配置につける用意ができる能率的な軍事部隊です。フィールド職員。フィールドエージェント。フィールドエージェントは財団の目と耳であり、異常な活動の兆候を見つけ出し、調査し、そしてしばしば地域の法執行機関と秘密活動を行ったり、救急サービスや行政組織のような地域のサービス機関に潜伏します。秘密部隊として、フィールドエージェントは基本的には異常物体を確認するのに必要な装備がありません。そのような事態が発生し孤立している場合は、フィールドエージェントは原則として安全に安全確保と収容をするために近隣の収容チームの救援を要請します。機動部隊員。機動部隊は財団から選抜されたベテランのフィールド職員で構成された専門家の部隊です。機動部隊は特定の脅威に対処するために機動化され、特定の種類の異常な存在から安全を確保するため、その異常に専門特化したフィールド研究員から重武装の戦闘部隊まで含めることができます。より詳細な情報は、機動部隊の文書を参照してください。管理職。サイト管理者。主要な財団施設のサイト管理者はその場所で最も上位の職員であり、常にサイトの安全作業と全ての収容された異常存在と計画に対して責任を負っています。全ての主要な部門の管理者はサイト管理者に直接報告を行い、サイト管理者は応募評議会へ報告します。応募評議会員。応募評議会は財団最高位の管理者で構成される委員会です。収容中の会議に対する全ての情報への完全なアクセスにより、応募評議会は世界中の財団の活動全体を監督し長期戦略計画の指針を定めます。個々人の秘密性のため、応募評議会員はあらゆる異常物体、存在、
現象に対し直接接触することができません。さらに、某ご評議会員全員の個人情報は機密事項です。すべての評議会員は識別番号でのみ言及されます。応募、1から応募、13。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。